私の本業は漫画家です。子供の頃から昆虫が好きで、コーカサスオオカブトをマレーシアに探しに行きました。街灯の明かりに飛んできたマレーコーカサスオオカブトを見つけました。今度はヘラクレスオオカブトを探しに南米エクアドルへ行きました。エクアドルのジャングルではクラビゲルタテズノカブトを見つけたり、ネプチューンオオカブト、そしてついに念願だったヘラクレスリッキーを見つけることができました。海外への昆虫観察旅行は昆虫の勉強にもなり、この虫弁を作る時にも役立っています。世界の昆虫を知ることで虫から勉強できる、レッツ虫弁。ドアが開くの行きたいって言ったら、ちょっと気にならないこの世界、あなたが。この番組は漫画界の昆虫博士ドラゴン先生こと岡村茂と、今回のゲスト昆虫アイドル虫ドルことカブトムシゆかりと一緒に、世界の昆虫を見て虫から勉強する動画版昆虫図鑑である。次はこの蝶々です。はい、これは左と右が表裏みたいな感じなんですがね。そうですね、左がこの葉みたいなので、やっぱそのまんまこの葉蝶。そうですね、見事正解です。ありがとうございます。まあなんか、はい、そうです、言われた通りですね、右が表で左が裏面になります。これはあれですよね、この葉に擬態して鳥から身を守って隠しながら過ごしている。そうですね、見事にあのなんかこの葉に見えますよね。なんか羽のところに白い模様があって、それが透明なんですよ。これであのこの葉に開いた穴みたいに見えます。そこまであの見事に擬態してるんですね。虫なのに虫食いの穴を。そうですね、分かってやってるっていう。やってるというね。すごいですよね。あ、これもあれですか、蝶々ですよね先生。え、そうですね、これは私がエクアドルに行った時に、エクアドルのレストランに入って食事をしていたら、レストランの窓から入ってきて柱に止まったものです。ちょっとギョッとしますね、そのような柄がしてますけど。ええ、実はですね、この蝶の正体はオオフクロウ蝶。あ、画像はね、頭を下に逆さまにしてるんですけども、逆さまにすると本当に目がフクロウで、なんかくちばしにも見えますね、胴体が。そうですね、本当にフクロウの顔に見えますよね。こうやって他の昆虫や鳥なんかを威嚇して自分の身を守ってるんですね。次はこのカブトムシです。あ、ゾウカブトアクタイオンゾウカブトですね。この写真は何ですか？これはさっきと同じくエクアドルに行って、街灯の下に集まる昆虫を見つけていたら、ブーンと音がして、あ、なんか近寄ってきたなと思ったら、自分の後頭部にですね今指さしてるこれアクタイオンゾウカブトのメスなんですけど、これが飛んできてぶつかりまして、痛そうですね。いや、すごい痛かったですね。なんかその時に爪が引っかかったみたいで、ちょっとね、血が滲んだんですよ後頭部から危ないですね。びっくりしました。ゾウカブトの重さと、カブトムシの手の爪の痛さが、もうとにかく手に取ったらずっしりしてたんですけども、実はですね、アクタイオンゾウカブトも先生はブリードしたことがありまして、なんと成虫も重いんですが、幼虫のデカさがこれです。あら、これはでかい。これはアクタイオンゾウカブトの修練幼虫ですね。すごい、バームクーヘンみたいな。そうですね、確かに確かにちょっとそんな風にも見えますね。一切れ、お裾分け、野球のボールと比べてもこんなに大きい。わあ、もうこれ日本のカブトムシの幼虫に比べてもはるかに大きいですよね。大きいですね。
計測するとなんと 130g 以上あります。130、大きさだけじゃなくてやっぱ重さもあるから増加太なんですね。そうですね。でもですね、孵化した成虫は 80g ぐらいなんですね。あら、幼虫の方が全然重たいんですね。あの重さはどこへ行っちゃったんですかね。そうですね。この立派なオスの成虫を孵化させるまでなんと2年半もかかりました。長いですね。長かったですね。ゾウカブトの幼虫はすごい長いイメージがあります。幼虫の期間も長いですね。お、これまた、はい、かかりちゃんのおコスタリカ写真が出てきました。はい、この時撮影した昆虫はこれなんですね。はい、これなんですけど、何の虫かわからなくて現地ではお尻ファイバー虫って呼んでました。お尻ファイバー虫、お尻になんかこうファイバーの線みたいなのがいっぱい生えていて、はい、でこれなんか写真撮ってたの一瞬で1枚しかこの1枚しか撮れなかったんですけど、はい、ピンってこう飛ぶっていうか弾けちゃって、はい、どっか行っちゃったんですよすぐ。何なんですかねこれは。これはですね、羽衣の仲間だと思うんですね。おー、しかも羽衣の幼虫だと思います。幼虫、熱帯地方に多く分布してるんですが最大体長はだいたい10ミリ以上ぐらいですね、うん、これ幼虫はですね、お尻からこう本当に光ファイバーみたいな毛が生えてるんですけど、はい、これが自分の意思で開いたりできるんですよ。感情がここにお尻に出たりするんですか。いろんな説があって、さっき飛ぶって言いましたよね、はい、ピョンって飛んで地面に落ちるときにこの光ファイバーの毛を開いておくとクッションになって自分の体を守れる。でその時にこの光ファイバーの毛がですね折れちゃうんですけど数本また生えてくる、はい、あららららら、そういう役目があるのと、あとはこの光ファイバーみたいなお尻の毛を、開いてですね自分の体が見えないように、自分の体を守るためにくっついてるじゃないか、うん、そんな風に言われています。羽衣の仲間は小さいんですが今度は一転して世界一大きなカミキリムシです。おー、迫力、ド迫力。そうですね、タイタンオオウスバカミキリといって、南米からギアナ各国に分布しています。最大体長はなんと17センチ以上になるんじゃないかと言われています。こんなに大きいのが生きているっていうのがすごいことですよね。そうですね、でもね、このカミキリムシはヨーロッパなんかですごく標本が人気があって大きい個体が高額で取引されてしまったり、あとは現地に住んでいる人たちの貴重なタンパク源にこのカミキリムシの幼虫がなっていてたくさん食べられてしまう。それからやはりもう決定的なのは、森林伐採による開発ですね。そのダメージでものすごく数が減っていて絶滅が心配されているカミキリムシなんです。なんかやっぱり人間がね開発して森が消えて虫が少なくなってしまうっていうのは切ないですね。そうですね、でもこうやってね標本の姿がずっと残れば未来に子供たちが見たりできるんで、これからもねこういう標本をずっと残していきたいなとも思ってますね。虫が減っちゃうと寂しいですよね。確かにそうだね。でもまだ今は地球上にたくさんの虫たちがいる。その虫たちから人が教わることはたくさんあると思うんだ。だから先生は昆虫の研究を続けてこれから虫弁も続けようと思うんだ。私も虫弁します。次回もみんなでレッツ虫弁。次回は昆虫最終編がシリーズでスタート。お楽しみに。期待して待ってても何もしないで帰るから。